感じないといけません。ナンバーワン、ナンバーワンもいなくなりましたね。ナンバーワンがこの群れで一番長く生活をしている方だと思ってください。ナンバースリーは3番目に長い方。上司がいなくなることで自分のランクが1個ずつ上がっていくんだと思ってください。ナンバースリーも今日は午前中はあんまり見なかったですからね。臨時ボーナスを撒いたんですけどね。またこの後10分後には30分に一度の餌付けがありますからね。またこの柵の中で餌を撒きますので、そしてこの小猿は何かいいものがねえかなと探してますね。たまにこうやっぱり食べ物があるんですよね。ここで撒いてる生の小麦だったり、